皆さんこんにちは、ジュゴンです。ということで今回もイーフットボール2024情報を紹介していきます。さあ、ブースター監督がついているこのパックたちが今お買い得になっているという話を今回はしていきます。ちょっと噛んだけど、というのもですね、怪しい勧誘ではございません。お知らせの方にこんなものが来ていました。チームスタイル適正で発生している不具合について、このお知らせが確か2週間くらい前に来てたんですけど、内容確認していきましょう。本件はドリームチームを使用して行う全てのオンライン対人戦において発生を確認しており、監督のチームスタイル適正によって変動する選手の能力がゲームプランでの表示は変動しているにもかかわらず、試合中の実際の能力はドリームチーム、マイチーム、選手から確認できる能力となっていることを確認しております。監督のブースター効果は正常に発揮されています。 AI 戦での対人戦以外においてはゲームプランで表示されている能力通りに正しく反映されています。本現象は修正にお時間いただく見込みであり、12月上旬のアップデートで修正予定です。なお、本件の修正後にお詫びとして全てのお客様に5万 GP 付与、また本件が修正されるまでの間に下記のパックを購入されたお客様には、購入したパックごとにお詫び100コインずつを付与させていただきます。バルサ、バイエルン、ユナイテッド、ミラン、インテル、アーセナル、現在登場しているパックですね。ということでですね、今能力が発揮されてないと、ゲームプランで総合値がね上がって能力が上がっているかのように見えて対人戦では発揮されていない、メッシも105ではなくちょっと低い状態で使われていたという話みたいですね。これが105のメッシだとか言ってる方ね、違います。103ぐらいのメッシでね戦っていたということです。ツアーとかはいいんですけどね、オンライン対人戦すべてなので、フレマとかもそうですよね、コープとかそれら込み込みですよね。こちらの修正は12月上旬ということで、おそらく12月7日なんじゃないかなと思いますが、1ヶ月弱ぐらいということで、まだ先の話のようなので、超強いメッシで戦えるのはちょっと先の話だという感じですね。なのですべての選手今最大限の効果発揮できてませんからね、そこだけ注意しましょう。これ逆を返せば、プラスも働いてないならマイナスも働いてないんじゃないかなって思うんですけど、どうなんですかね。チームスタイル適性が低い監督とかスタイルを使っていると能力がね表示下がると思うんですけど、それも反映されないなら普通の状態で使えるんですかね。そんなこともね、皆さん試してみてください。修正後のお詫びが5万 GP、 まあこれは全ての方にもらえますが、修正されるまで、まあ12月上旬のアップデートまでにそれぞれのバッグを買うと100コインが返ってくるそうなので、1500コイン設定なので1400コインでまあ買えるみたいな、そんな形となっておりますので、と言ってもこれもう24日ぐらいしかね販売されてないんで、多分この販売期間中なんじゃないですかね。終了したら修正されるみたいなことですかね。もしくはパックの売れ行きが怪しいから、ちょっと安くして買ってもらおう作戦かもしれませんね。ぜひ気になる方はねご検討ください。ということで今回は以上です。ではまた。